願いします。はい、私たちバードプリンセスのメンバーの名前は全員ホットイメンに馴染みがある鳥にちなんで名付けられました。クールトールガール、私の名前はスワンです。夜中市の鳥、ご発表から名付けられました。よろしくお願いします。あなたに甘えていいですか。 2.5 次元萌えるグリーブです。グリーブという名前は名護水鳥公園のスグミという鳥のフランス語読みがあっています。よろしくお願いします。そして私たちはこの機能を取り付ける真面目でシュールなナルシスト。まさ、今日もいい風がなびいたんです。サンガオと地下のマーチンでよろしくお願いいたします。鳥取県の自慢は漫画でございます。ゲゲゲの鬼太郎の水木しげる先生、名探偵コナンの青山剛昌先生、ファンキャラ町への谷口一郎先生など、鳥取県は人口が全国で最小の県であるにもかわらず、意外にも著名な漫画家を多数輩出しているんですよね。そうなんです。そこで日本が誇る漫画という文化とその魅力を鳥取県から世界に広めていくために、漫画を鳥取が建設されました。今年は漫画を鳥取建国イヤーということで、私たちバードプリンセスと騎士団は移動型漫画体験イベントの鳥取漫画ドリームワールド、そして世界各国から400名の漫画家が集う第13回国際漫画サミット鳥取大会、この担当を始めとするイベントの盛りだくさんの国際漫画博の開催を県内はもちろん広く全国に PR し、漫画を鳥取を盛り上げていきます。盛り上げていきます。さあ、はい、私たちが PR を始めたのは確かゴールデンウィークですね。そうだね、とうとう進んでまいりましたけども、季節もとうとう進んでまいりましたけども、9月に入りましたね。何しろが厳しい残暑なんつって秋の気配も感じられる、そんな季節でもございます。そうね、もう9月になっても鳥取県はまだまだというわけで、今回は鳥取県内で開催されている漫画のイベントをご紹介いたします。はい、題して漫画で集まる鳥取の旅。イエーイ。旅といえば目的地までどう移動するかっていうのが気になるところだよね。列車がございます。この大阪と鳥取県を結ぶ列車、スーパーハットという特急列車がございます。そしてなんとこのスーパーハットには鳥取県が生んだ偉大なる著書的不条派漫画家谷口二郎先生のイラストが描かれているんです。はい、谷口二郎先生はヨーロッパで最大級の漫画イベントアンクレーム国際漫画賞でなんと縛り絵レンツロンツロンツロンボンジュールのアキフテホー。何それ、何フランス語でございます。はい、鳥取県にお越しの際はぜひ谷口次郎先生が描いた鳥取の叙情的な風景を余すところなくラッピングしたスーパーハットをぜひご乗車ください。あと、はい、フランス列車ってまだまだあるね。そうなんですよ。第2本線では名探偵コナンが描かれたコナン列車や、米子市と境目落としを結ぶ JR 境線ではゲゲゲの鬼太郎が描かれた鬼太郎列車がそれぞれ運行されているんです。そして鬼太郎列車の車内アナウンスは皆様なんと目玉おもしの声なんです。皆様、今日は特別ですよ。特別でございます。こちらのスワイン姫からその目玉の親父のモノマネを披露してもらいたいと思います。そしてお隣のグリーブ姫もご注目ください。それではどうぞ。おい、来たろ、わしはもうダメじゃ、わしはもう、わしは父さん、
しっとりとした落ち着いた街倉吉では9月の15日から11月の11日までに行われる北原国立レトロおもちゃ漫画展倉吉赤瓦は白壁土蔵君というイベントでございます。はい、だからセルフさんという方は有名なおもちゃコレクターなんですが、はい、練習として鳥取県内
願いいたします。やっぱりダメだ。パコ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 。なっちゃったね。なっちゃったよ。もうこのまま帰るなんて寂しすぎますよ。まあね、どうでしょう。寂しい。うん、私嬉しいですよ。準備はよろしいでしょうか。